待て待て待て、拓郎お前を生贄にして逃げるフラグだったみたいだね。さあ、どうもいつもです。ということで青鬼続きからやっていきたいと思うんですけども、前回このね、電気つけた方がいいですか、消した方がいいですかって話で、まあもう9割9分ぐらいが、あの電気消してやってくれと、いうことでしたので、今日はちょっとね、電気を消して、この真っ暗な状態、そして現在深夜2時やっていきます。よろしくお願いします。コンティニュー。押せませんでした。え？なんで押せないの？間違ってニューゲーム押しちゃった。ちょっと待って。あ、押せた。もうついに青鬼が俺に続きはさせないようにしてるのかと思った。はい、で、ここね、はい、ここですわ。下まで行けるけど鍵がなくて、この赤い鍵の行方がわからないと。あとね、ちょっとコメントで、この絵本ね、そう、そういえば俺絵本調べてなかったわと思って、絵本見ていこうと思ったんだけど、なんか、なんだこれ、青鬼じゃねえよな、緑鬼みたいなんだ。緑鬼。緑鬼が、家で一人で住んでいました。友達が来ました。喋ってます。しおりを手に入れた。え、話はどうでもよかったの？もしかして、このしおりがメインか？だって本なくなってるもんな。もう捨てたわ。ひろしもう本捨てとる。しおり、青、緑、赤、白、なんだこれ？とりあえずセーブします。あ。赤、緑、白、青。赤、緑、白、青。なるほど。しおりの色？赤、緑、白、青。なんだこれ、分かれてる数字でいいのか ?1222?1222 1222 とかどう？いける？1222 違う。赤、緑、白、青。え、全然数字に見えないんだが？この赤、緑、白、青のこの数、え？え、でもね、多分このしおりなんだよな。赤、緑、白、青でちょうどだもんな。数字が浮かび上がってきたりする？まあ、適当にやって開くわけもなし。てか、これさ。違う？めっちゃ鳥肌立った、やっぱり？まさかここにしおりをはめられるとかそういうオチ？どう？赤、緑、白、青。点の数か！ 1、赤、緑、1、2、1、2、3、7！ 絶対来た。1、2、3、7や！やばいやばいやばい、ガチ鳥肌やばい、ガチ鳥肌いく！うわー、謎と気持ちいいで来ますよ、絶対。だいたい1個解いたら来るんだから。はあ、行き過ぎた。いやーなんか、後ろからも前からも来たから中間からと思って入ったけど、竹ぼかー悔しい。なんかもう驚きよりも先にどうしようが勝ったわ、今。ここね、まあ、だってここしか行くとこねえもんな。出た？あ、出た？もう今。出たんだ。え、待って、え、どういうこと？どういうこと？大丈夫？え、今2回落としたよね？え、今2回落としたよね？まだ待てってこと？え？いけた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 ってこと？あー！やめてーなー！もうびっくりしたー！オッケー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 。あー、ん？あー、気のせいか。あー、気のせいじゃなーい！なんかちょっとめくれてたー。なんか今違和感感じたわ。円盤ゲッチ。
基本的にエンター連打男だからさ、見つけられちゃうわけよ。でも円盤ってどこに使うんだ？お前、そのイケメン面、500発ぐらい殴らせろ。ヒロシじゃねえ、お前はや。タクロ、無事でしたか。ああ、だが足をくじいちまったんだ。俺はしばらくここにいるよ。もう終わったな、お前。足くじいたら終わりよ。さっきこれを見つけたんだ。持って行ってくれ。何すって赤い鍵に巣をつける。鍵のサビが取れた。オッケー、とりあえず触ってみるの大事だな。ちょっと円盤も触ってみるか。お、赤白青黄、さっきなんかでもぐるぐる巻きの矢印が書いてんぞ。いじれるわけではない。赤白、なんかこの色の順番に入力するとかそういうオチか。矢印の方向に。そういう系統？来る？来る？来ない。ここの鍵じゃないってことはあそこの下か？ここか？来たー。セーブ！すぐセーブ！出た！出た！絶対さっきの円盤や！赤、白、黄色だよな、これ。ん？でも？あ、黄色あるわ。白ってなんだ？白って。赤、黄、青、赤ってこと？そういうこと？赤、赤、黄、白を飛ばすってことでいい？青、赤、どう？違う！いや、でも絶対この円盤だわ。え、白はどこ？白は。白のボタンがどっかで存在する？多分右上の赤から始まって、赤、白、黄、青、白、赤なんだよね。おそらく。白はどれや？白は。白も黄色って判定でいい？なんか左側白いし。赤、白、黄、はい。青、黄、赤。どう？そういうことらしいです、皆さん！よーし、よし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 。黄も白判定ね。あ、じゃあ白も黄判定ね。金属の棒？金属の棒？え？巣もない。巣もないな。なんかある？いや、なんもねえよな。棒を使うところはもうどんどん顔が険しくなっていく。怖すぎる。マジ無理。多分、棒で、鍵手に入れて、ここの鍵で進めるみたいな、そういう流れだろうな。戻る？戻るってこと？金属の棒。は？何？円盤と組み合わせるって。で？ペロペロキャンディーできた。鍵じゃね？お、ペロペロキャンディーできましたって。はー、すごく嫌な感じ。いやー、すごく嫌な。出口だ！早速タクロウを連れてこい。バカ出ろ！タクロウなんていい！出ろ！もう何やってんだよこいつ。出ろよ。タクロウ足怪我してんやぞ。待って。
クロ、タクロ、大丈夫？あ、大丈夫だ。あ、タクロおるわ。よし。ほんとかよ、ヒロシ。タクロが仲間になった。オッケー、タクロ、これで二人、なんかちゃんと二人仲間になるの初じゃね？これ。絶対食うぞ、でも。気をつけろ。来るぞ。すぐ左な、ここの左に竹棒がある。あ、来ない。いける？あ、いけそう。よし、出るじゃん！タクロ出るぞ！は？待て待て。タクロ！お前を生贄にして逃げる。フラグだったみたいだね。あばよ、タクロ！なんだこいつ、どこまでも来るぞ。でもさ、ちょっと待って。ねえ、ちょっと待って。待って、どこまでも来るが？こいつやばくね？は？待って待って待って！あ、オッケー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 。ちょっと待って、でも。どこ行けばいいの？出口なくなったぞ。はぁ、待て待て。もう行くとこないよ、俺。一応タクロー見に行く？タクローいないですぞ。うわ、これどう、あ、開いてる。裏口の鍵？裏口ってどこ？まだ閉まってるとこあった？いや、これはさすがに、あれだ。戻るタイプだわ、これ。もうさすがに戻るしかないわ。裏口！絶対来るんだよな、これ。待って、思い出してから行っていい？開いてないとこ、ちょっと俺なりに思い出してから行くわ。うん、絶対来るから、だって。付近に行ったらね。うん。ビビんない、ビビった俺が見たいかもしれないけど、ごめん。俺ね、ほんと心臓に最近悪いの、青に。うん、できるだけビビらんように行きますんで、よろしくお願いします。あー、びっくりしたー。今、無のびっくりだったわ、完全に。お前、ふざけんな、もう大変にせえよ。お前、どこでセーブした俺、今。あー、もう。あー、イライラしてきたねー、ほんまに。くそったらの、青鬼がふざけんな、ボケナスが。一生お前やってやんねえぞ、このゲーム。飽きれよ、もう。は、裏口の、ないんだけど。はぁ、あ、ここまで帰ってきて？もう怒ってるからね、俺。開いてない扉ないが？ふざけ散らかしてんな。どれだけのリスクを負って俺は帰ってきて探索したと思ってんだ。扉はない。とりあえず。隠れてる扉、その皿の破片系でガシってやって出す、隠れてる扉系か、しか、その目に見えた扉は、ない。絶対に。今全部見てきた。ない。皿の破片を片っ端にやる。あ、てかさ、そもそも電球も使ってないよな。暗い部屋に電球つける。とりあえず片っ端から、皿の破片と電球をなんか物にやっていくしかないかもな。本当にムカつく。何このゲーム。ブチギレ案件なんですけど。でもそれぐらい、扉がないから、一旦物にやっていくしかないからな。何電球につけてんのこれ。はぁ？返せお前。は？どういうこと？返して！おーい！どういうこと？ちょっと待って。は？電球返してくれ？は、待って。合ってるってこと？待って待って、怖い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 。電気消したらとか、でも電気つくわけないやんね。あいつに回路があるわけないやん。
正直死んだりしてるからリセットされてるけど、俺30分から1時間ぐらい探索したからね、マジで。絶対これや。てかこれ死んだらプレイ時間セーブデータのところに戻るの腹立つー。絶対そうプレイ時間もっとやってる、腹立つー。まさかの皿の破片と電球のコンボかよ。きたー。あーマジでスッキリ、えぐい。このスッキリ度えぐい。外や待って、でも青にいないわけなくない？な言ったでしょ、言ったでしょ、なめんなよてめえ。おいどれだけやってきたと思ってんだこっちがよ。どこまで来る？オッケー、終わった。よし、外やすぐ行こう。ただ光ってるアイテムだけを見逃さないようにしないとな。ちょっと色合いが変わった。結構アイテムがねピカピカピカってしてて分かりづらいから。うわー、なんか来たねー、場所に来たなー。鍵開かない。また別館的な？とりあえず扉から行くよ。ここが開い、うわー。とりあえず、何これ、あ、これカーペットか。黄色の点は全部一緒な。とりあえず全部散策していかないとな。竹棒。あー、怖すぎるー。黒色であん時ほど分かりづらいけど、カーペットの下になんか物があるタイプがまた全然あるかもしれん。マジでパソコンの音にビビった今。おい、ワンドライブ、お前ワンドライブに十分な空き領域がありません。マジやめろその通知。ガチでワンドライブビビった今。はぁ、つら。ここは？はぁ？何この王様いそうな感じの場所。え、何？なんか盾まつられてんだけど。てかもうやめて、マジで今日。今キリ良くない？どう？まだキリ悪い？逆にやりすぎてどれぐらい動画にできそうなのかわかんないんだけど。大体がカットだろうからさ、逆にわからんっていうね。な？いいか？全部エンター押してけ。椅子の下にボタンがある。押せ。何が起こったのか説明してくれ。お願い、青鬼。他にはボタンはない？なんかあの、順番で、押すタイプね。だから何も起こんないのね。こっちにもあるじゃん。うわー、なるほど。じゃあ、どっかにヒントがあるパーティーのやつね。これ下降りれる？暗くてよく見えない。降りるのは危険、オッケー。じゃあ降りるな。じゃあ上しかないやー。なんか、あれ思い出したわ。ポケモンのさ、またポケモンの話で申し訳ないけど、ポケモンのさ、あの船、あの、クチバタウンの船もこんな感じだったよな。ほら、あの、わーびっくりしたの。お前、何その出方、ふざけんなの、大変しろ、マジで。なんだよ、そのボコって出方は。死ぬんだが。あ、もう OK。こっちまで行ったらもうイージー。あー、びっくりした、もう。何そのボコって。ちょっとふざけ出したな。おい。普通の脅かし方じゃ満足できなくなっちゃってんじゃん、青鬼さんも。いよいよふざけ出したね。そういう心構えも、必要ってわけね。でも、ここボコってなったから、OK。やっぱな、そうだよな。サイコロ。でも、ここが下の、あれだから鍵開けて、OK。で、あ、動かないの？この椅子。動かない系男子。いい、じゃあ、ここは？このサイコロか。サイコロの6を当てはめる系かな。全部6だし。あ、待って、腸が痛い。もう、もはや。腸が痛いです。で、あとはこの赤いところか。額縁的なやつ。でも使えそうならもう皿の破片しかねえんだよな。この辺もないでしょ。もうとりあえず、今使えそうなのが皿の破片だから全部皿の破片していく。
あ、あと待って。ガクチ、ドライバーの、あれなかった？ないか。ドライバーで、なんかこう隙間に入れてクッて取るみたいなどう？どうすか？マイナスドライバーでさ、よくやるじゃん。マイナスドライバーでさ、クッて取る感じ。違う。鍵かかってる。わー、落書きされてるね、青鬼に。てかさ、青鬼ってさ、こういう青いなんか文字みたいなのちょこちょこあるけどさ、なんだろう、あいつが体で触れたところは青くなるのかな、そもそも。なんか青い液体みたいなのができてんのかな。ちなみにこれ本棚の裏なんか書かれてんな。え？違うのこれ。なんか繋がってることあるくない？このイラスト、このぐにゃ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 が。関係ない。この辺のイラストも見れない。はい、来た、はい、来た、はい、来た、舐めんなっていう話。失礼しました。よし！鍵は？セーブ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 。開いてる？開いてるタイプ？開いてるタイプ！待って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 。左側にアイテムがある。目の前に竹棒。竹棒の中に青鬼が入ってる。いない？オッケー。オッケー。は？わかった、今。もう一個の部屋の方から入ってきたんだな。そうやろ？だからここに隠れるのが正解よな。今のいいわ、マジで。もう怖い。もうサイコロ来た。もうBGM もないし。え、もう、もう怖い！もうなんかその、え、やっぱじゃあ触れたら青くなるってこと？じゃあこれ、暴れ回ったっていうこと？ここで、今青鬼が。なんで棚だけ見なかったの？青鬼。バカやな！お前バカやな！青鬼。とりあえずサイコロ来たから、サイコロのところまで戻ろう。もう怖いから俺穴から降りていい？よし。こっちからの方が正しい気がする。ポン。よし、サイコロ来た。椅子や、椅子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 ！絶対椅子！ボタンの配置だ。すぐ分かった。先に見てたからね。真ん中、右、左、下、上、下、上。オッケー。オッケー。右へ。左、下、上。あれ？これ上下だった？俺の記憶力が悪い。違う、下、下上らしい。チェ！下上、下上か。いや、ここまではとりあえず確定だってるから、あと2分の1だから、下上、下上ね。はい。来た。もうクリアだろ。もうクリアだろ、もう。もうそっちはクリアだろ！はぁ？なんだ？なんもないことある？いや、絶対なんかある。なんもなくない？下に行けって。行けちゃうのかよー！また額縁や。あ、待って。いや、なんか模様ある。今回は。今回は模様がある。皿の破片はどう？バシッ。なんかこう、パズルみたいになってる。よく見たら、花みたいな。花みたいになってる。開かない。こっちもある？うわん。でもね、ライターでのところは大体青鬼来ないっていう今のところのあれがあるから。ほらね、ほらね、来ないんよ、来ないんよね。大体今のところ来ないからね。そこは結構安心してる、俺は勝手に。おっと？ピースが取れた！待って待って、なんか落とした、なんか落とした、なんか落とした。うわ、絶対来るこれ。最悪だ。最悪、マジで最悪。ほんと最悪。
なんか落としたって。は？ははははははは？は？え、戻せってこと？はあ、え？なんだ？どうにかして、青いピースを取って、この部屋から脱出する必要がある。わからん。ライターの部屋の法則終わった？俺のライターの部屋の法則終わった？うわぁ、バカだ。ガチでバカ。な、マジで無理。え、これバカすぎん？これ。あ、ということ。よかった、戻って。うわぁ、ほら来たもん！あぁ、もうラップライターの法則終わってるもん！もうバカだろ、マジで。やめとけって、それ、本当に。でも、青鬼がいたってことは、先がある。はぁ？鍵がかかってる反応もなくて？飽きもしない？え、どういうこと？でも、あそこに確実にアイテムがあるんだよな。連打。おい、壊せ！違うな。でも、いつもだったらさ、いつもあったら鍵がかかってますとか出るよな。開きませんとか。あ、絶対いるよ。あれ開けたら、あれ開けたら来るよ。行くよ。縄ばしご。あ、待って、俺分かったかもしれん。穴あったやん。穴。ここやね？あ、分かったかもしれん、これ。ここに、縄ばしごして、な？で、青い。来た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 。ピース取るやん。やっぱりな？で、鍵が閉まるやん。で、登る。はい、天才。はい、天才ですと。で、このピースをどこに埋めるかが問題。来た。あと二つあるってこと、これ。この鼻の部分と、左側。あと二つあるわ、絶対。ここで終わります。いや、今日は結構長いかもしれない、みんな。でも、青鬼多分あと2、3パートぐらいで、どうなんだろう、俺もう長さとかも知らないからさ。まあ、あとパート4ぐらいでは終わらせたいなと思っていますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。それでは面白いなと思ってくださった方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。おつりつおでした！バイバイ！怖すぎ、マジで。Thank you.